まこなこです。トータルウォー続きやっていきましょう。さて、前回この伊勢まで取ったといったところで終えました。これ修復もやってるので、これで今どこ行くかちょっと難しいんだよね。この、服部2つ拠点があるみたいなので、これ服部倒すのはまずやろうと思ってるんだけれども、まあそれ以外そのまま西行くと最終的には攻撃される形になるので、自分が真ん中になってね、ならばもう東側全部行って東を平らげた後にまた戻ってくるみたいな、そうすると角から攻められるので楽できるんじゃないかなというのが今の考え。なのでとりあえずは服部を倒すことはやりたいと思いますが、その後は東側目指していこうかと思います。まずは周辺の敵倒してしまいましょう。ここ全部出して、でそういえばこの前回この忍者ここ多分だけれども、まあ、誰か暗殺されましたという話が出てたけど、多分だけど高山さんという人が倒されたっぽいんですよね。なので今ここいないような状況。家臣でも高山さんは消えて、大将にいたはずなんだけどね、消えてしまってるんで、早く信長がもうこれそろそろ16歳出てきてもおかしくないと思うんだけどな。なんだろう、18歳にならないと出てこないのか。で確かこれ目付を雇えば対応忍者できるはずなんだけど、今お金がなくて目付が雇えない。ここにいるね。500ほどお金が必要。まあとりあえずここの舞台でこの服部の舞台を、うん、まあ勝てそうなので自動戦闘でいいでしょう。問題なく一人も打ち取られることもなく、あーっと逃れたな。さらにいけるか。いけるね。これも自動戦闘。これで向こう刀侍弓侍これ両方倒せたと思うので、また敵が弱くなった。戻りきれないか。じゃあここにいる忍者、ここ今忍者自らの忍者いるので、この方向様子伺わせましょう。これは筒石か。でこの伊賀は服部、なんとか早くに体勢整えて向かわせたい。でとなるとここからはいけないので、もう大将、大将だけだな。これを移動させましょう一旦。あとは外交ですよね。一向一揆、一向一揆非友好的だけどまだ可能性はあるような気がする。同盟どうだろうな。到底受けることができない。This allows us to call on an ally to provide assistance when needed. And likewise. Note. とりあえず提案を送ってみましょう。提案を受け入れられない。我々の回答は簡潔に否。あ、これ宣戦布告なんてあるんだ。そっかそっか。じゃあ攻めるときは宣戦布告やった方が良かったのかな。じゃあ服部氏。こうは求めるとかね、支払いを要求か申し出ることができる。ああこれでお金取れるんだ。まあいいや、とりあえず、ああ一向一揆とは結びたかったけどな、それができないとなると難しい。上から攻められる恐れがある。あーちょっと待っ、つあーなんかやってきたぞ。建物が忍者に破壊された。どこだろうな。不審なし、誰かが亡くなった。妨害工作の企て、城が包囲されている。あの頭上でここだな。ここは倒せそうな気がする。これなんだよね、この忍者。なんかここ相談事でもやったのか。
もしかしたら寝返ってしまう恐れもあるから、そのあたりどうなるか。で大将中に入れて、違うな、ここに対する妨害工作をやったのか。とりあえず修理やって、で目付けを忘れずに雇っておきましょう。 He who can see the shadows has power in the light。 目付け deal in bribery and corruption。 Keep order and watch for assassins and spies。 ということで目付けを雇って、これは忍者にぶつけられはしないのか。これ移動とかは移動もできないのか。そう、声はいけませんと言われてる。いけそうな気もするけどいけないか。あ、違う違う違う、なんかこれ来ちゃった。こんなにここに来られても困る。And detect and apprehend enemy agents in our territory. They are. あれなんか今大将向かっちゃった、向かってないよね、大丈夫だよね。ここだな、じゃあ。うるさいなこれ。で我々の忍者が、あ、これ忍者倒されちゃったのか。なんかここら辺にいたんだけどね、自分のね。でとりあえずこれ戦いましょう。大将がいるからこの辺りどうなるか一戦交えましょう。あ、これ攻城戦になってない。これは攻城戦できないのかな、自ら城をね包囲されてそれを倒すという時は。城で戦えると思ったから有利にことが運ぶと思ったけど、そういうわけにはいかなかった。で弓足軽、これは大将か、侍だな。弓が全部前で後ろに足軽がいるといったような感じ。まあ、このまま行きましょう。で先に弓だけ引っ掛けて前に進めましょう。で足軽前に向けて、侍も前に向けておく。敵は弓槍侍、ちょっとごった返してるからよく見えんけれども、これはこんなにわらわらと怖いよ。なんかこっちがなんとか高いところ取れればいいんだけど。うん、弓隊、あー閉まったな。早くも左から回り込んでくる敵がいる。なんだあれは。で弓隊がこれ一人前行き過ぎた。うわ、これ失敗したんな。いろいろと失敗してるぞこれ。階層状態になってるの、ちょっと待って、なんとかならんのこれは。ああ、そっか、2倍速だったからか。なんか全部、うわ、何この階層状態、完全にやられたな。兵数はいるんでね、あと2ターンで包囲が完了してしまう。ちょっとここから出すか。じゃあ ちょっとよく分かってなかったな今。では様子見ましょうか。まさか筒井から攻められようとは。これ一戦交えることができる。ペース今ほぼ互角だったんでね。でも城の中に来てくれるから今回はそうそう負けることはないと思いたい。じゃあ早速スタートしましょう。
手に分かれて敵が来る気配がある。これ弓はまあできれば張り付かせた方が手早く敵に攻撃ができるんだろうけれども、その後ね、張り付かれた後が困るんで、くっつけるのは足軽を。この足軽も前、こんなもんかな。侍大将、この大将は全く関係ない足軽が大将扱いになるのか。こんな感じでいいでしょう。刀侍はいつでも対応できるように。弓弓足軽足軽、こんなところかな。これ弓足軽だな。多分これでもう大丈夫だと思う。敵がそろそろやってくる。まだ弓放ってる気配ないね。ようやくか。向こうも弓を放っている。まずはここら辺は全部寄ってくる。足軽に対して当てましょう。こちら側は侍侍、向こうは全部侍系だな。なんとか早くここを倒してほしいんだけれども、そこまで減ってる気配はない。なんだろうな、これ寄ってってるけど攻撃大丈夫か。 Our general is in grave danger, my lord.侍をどっちに向けるか。これで様子見るか。登ってきた気配があるね。なんだろう、弓が打たなくなったな。接近すると撃たなくなるのか、これ。なんかわらわらとね、敵の方寄ってってしまってる。じゃあ向こう側、こっち側もう任せで大丈夫。あれ、ちょっと待って、後ろ回られてたぞ。これ想定外だな。三方から来てたのか、敵は。で、ここはどうする。誰か一人登ってきた敵を優先して。だから中に入ってきた敵はこれなんとかなりそう。回復したな、なんか士気が。ここはそろそろなんとかなりそう。もう一方外から放ってきてる弓も厄介だな。ここは終わった。向こうはなんだ、大将か。もう一つの部隊も向けましょう。なんかこれ変なところ行くんだよね。
で、この武将が危ない。ここら辺赤くなってるんで、これなんとか階層まで持ってければいいんだけど、きついな、これ逃れられると。この辺りへ。それでも階層、ああこれも逃れられ、あこれもう対応したのか、ならばよし。ここは倒したならば全部でこの大将行こう。大将さえ倒せば、まあこの辺りのね弓隊は放っといてもね何とでもなりそう。1個この逃れたコド敵がどう動くか、弓隊一人だけでも置いとこうか。足軽も一人置いといて、侍を。全然減る気配ないな。34から33になったってだけの。これやってくるね。これも無理に外出るまでもないような気がする。この攻撃ともに、あーなんだこれ、士気回復してるのか。ここら辺に置いておきましょう。入ってきたね、2部隊。まずこれらで片方だけでも倒したいんだけれども、まあこの13名の方が早いか。さて15から12に減っている。自分の方も兵数は厳しいんでね、48名45、こっちは32、31だから、減るスピードは、うん、倒せそうだと思う。こっち厳しいけれども、うん、1人倒したかな。頑張ってくれ、あとわずか。一旦引かせるか、ここら辺は。やっぱり弓は味方がいると撃てないとかあるのかな。撃ってる気配ないもんね、どう見てもね。そうでもないのか。これ味方か。あ、もう倒してるじゃんここで。そうこうしていたらこっち側から敵がやってきている。もう全員に向けよう。こっち側も片付いてね。なんとかなりそう。なんだか兵数少ないのは退けておく。もうね、ここも倒したね。あ、いや全部撤退してるな、いつの間にか。多分よかった、ここで負けるわけにはね。そして筒井家もこうやって来られると全部滅ぼしてね行きたいと思ってたんだけれども、攻めてきた敵をね。マスター We are not making enough of the trade infrastructure in this province. 建物が敵の忍者に破壊された。 If we upgrade road systems.これ敵の忍者を何とかしないといけない。
and other agricultural buildings increase both. 倒せないんだよね、忍者をね。across all your provinces.で、目付けいるんだけれども、目付けよ。これ倒せない。あ、倒せるな。追放。ああ、失敗してる。なんでこれ、なんでこれ正座して忍者と見合ってるんだ。目付けはもっと雇えるのかな。あの忍者も雇っておきましょう。 The presence of Metsuke within an army or castle. 目付けこっち側に。ああ、目付けを雇った場所しか行けないのか。では先に進めましょうか。結構厳しいなこのゲーム。この辺りはもう同盟使っていくしかないような気がする。この服部氏のところでね、すごく待つんでね。一体何をやっているのやら。え、ちょっと待ってくれよ。あ、なんか坊さん来てるぞこれ。あ、目付けとなんか挨拶してる。不審なし。なんだろうな。誰だろうこれ亡くなったのは。工作員が引き抜かれた。敵の忍者を処刑。任官を望む。登用すると金今1000減らされたんだけど、ちょっとそこら辺もったいないなって感じ。あ、これ高山さんここ戻ってきたね。戻ってきたというか、多分今任意を今仲間にしたからか。あーと目付けいないねここ。目付け、ちょっと待ってくれよ。目付けどこ行った。ここも目付け雇ったはずなのにいなくなってるし。で忍者よこれ。この怪しい層、暗殺あるけど金がない。そっかそっか、お金か。But also decreases the chance that a monk or missionary will be successful in encouraging a revolt. まずこの服部また倒そう。ああ逃れた。これはもう自動戦闘で。で再び戻る。これ急に敵来て城取られないよね。今金がないからね、何もできないっていう。そっとどっか行った。またまたやってきた。一戦交えましょう。これ兵数は減らされてはいるものの、部隊数多いからなんとかなるんじゃないかなと思ってるけど。さてさて、今回は敵は一方向からしか来ていないので。ああ、そして嫌な霞がかった状況になってるけど。大体こんなもんで良いんじゃなかろうか。
シンガルはここら辺を前に向けておきましょう。あとは様子見で。さて敵がやってきます。あーでも向こうの弓隊はあそこでとどまるか。まず寄ってくる、この槍侍優先して。ここには誰も張り付いてないぞ。やっぱりなんか弓隊は敵が寄ってくるとなんか動きがおかしくなるんでね、うろちょろうろちょろと。なんかその場で弓を放つでもなしで、うん、でもここ早くも倒せそうな気配。これが危ない。さてまだかまだか。42名。あーっと1人自らも危ない人がいる。あっ今弓の部隊倒されちゃったな。ボケっとしてた。そしてここで出ていくかどうかの問題。このまま撃たれ続けるわけにもいかないもんね。出ていくか。弓隊一人厳しいのがいるけれども、うーん、なんか危ないっていう話をしてはいるけれども、あーでもなんか倒してんね。よし勝利した。これあそこでうろちょろしてる敵はなんとかね倒しておかないといけないんだけど、あー一人倒されたのが痛い。そして坊さんが何かやってるね。破壊活動、うん、かく乱された。悔しいな。なんか暗殺の企て。刺客は逃げた。これ暗殺成功 38% でお金も450かかる。いや単なる坊さん相手にしてるはずなのになぜか陣にね入り込もうかという忍者。なんか違くないっていう。あーでも暗殺してくれたか。うまくいったね。坊さんの巻き添えになった侍かわいそう。いや違うな、あれはまだ単なる見張りか。この坊さんなんでこんなに守られてるんだ。あ毒薬垂らすのか。すごいね。これで優雅に坊さん酒なんか煽って。おーこんなのもあるんだ。行方不、あ行動不能にするだけか。いやでもいなくなってはないのかな。これはどうなんだろうな。もう多分行動できないと思う。もうちょっと忍者と豆付けもだな。忍者は数もう一個雇えないっぽいかな。足軽雇って一旦戻って勢力引き連れて攻めましょう。でここはあと74が1部隊全員で出て倒しましょう。あ
足軽が倒されてる。まさか。ちょっと確認してなかったな、兵数を。そして今お金もないからできることもない。あーっと敵がやってきてるね。なんだろう、この辺り刀を向けていて破壊活動。これは終わりにしようか。建物が壊されて大将回復。敵の襲撃、三河。この辺りで食料不足、食料マイナス2になってるな。この右下のところの数字、ピカピカ光ってるところがマイナス2になっている。修復は、ああもうこう、これどうすればいいんだろうな。ここ工作員もこれ自分じゃないんでね。目付けは雇えないな。ここ一方上では目付けが雇える。これ倒しに行けないのか。そしてこっち側に白の矢の塔10。この部隊は2白の矢の11部隊。結構微妙な戦いになりそう。まあ、攻めてきてくれればね問題はないんだけれども、まずここら辺の忍者暗殺 23% なんで全然確率良くないけど、忍者対忍者戦いが今回は。なんか忍者とかでもこの映像になるのか。成功するかどうか。まあ、ここは成功する。多分ここが本来の目的ではないからね。おっと、これさっきと、おおい、ちょっと待ってくれ。なんかこれ忍者っぽいね。なんかここまで大ごとになってると、もう暗殺という、え、今やられてなかったこっちが。あ、大丈夫か。危ない危ない。敵を負傷させた。しばらくの間行動不能だけれども、いなくなりはしないの。おっと、忍者のランクが上がった。右クリックで、これもスキルツリーやるのか。できれば放火と破壊が強くなるよりかは暗殺の方、ここ重視していきましょう。で家臣もつけられる。 10% 忍者の失敗時の発見回避率。忍者の失敗時の発見回避率が 10%、 多分逃げやすくなるってことかな。軍のキャンペーンマップ上での移動範囲が増すもいいんだけど、こっち側もう死なれると困るんでね。といったところで今回は終えようかと思います。なんか全然進んでないんだけど、本当にこれでいいのかっていう気がする。ちょっとね、いくつも攻めてこられたのは厳しいのと、服部はどうなんだろうな。服部と講和するって手もあるけど、ああ受け入れ不可、まあよし、これ講和成功したってことか。服部とは多分講和できたはずなので、これでもう東が攻めようかなと。あとはつついともちょっともう一回やってみましょう。こうは受け入れることはできない。
とりあえず服部とは停戦になったので、じゃあこれ東側なんとかいけるかなと。筒井家ここはもう伊勢で閉じ込めておくというような感じで、東に行かせずにね、今後やっていこうと思います。あーこれ今右上見ると武田領土拡大してるな。武田三国ぐらいしかなくなってたんで、じゃあその隙に東行こうかなともう少し考えたんだけど、ちょっと状況また良くなくなってる。果たしてこれでクリアまでいけるのかどうか、続き興味ありましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。